はい、どうも、赤星ですよ。赤星マシマシです、はい、お願いします。さあ、今回こちらです、うん、豚ゆうさんと、うん、読みます、はい。埼玉県北本市ということで、うん、埼玉県北本市は初でございます、うん、はい。JR 高崎線湘南新宿ライン、北本駅というところがございまして、うん、そこから徒歩17分、うん、駐車場がいっぱいあるんで、すごいですね。はい、車で行く方が多いということですが、うん、こちら2013年にですね、うん、麺屋丸優さんというお店がまず鴻巣にできたんですね、うん。で、2018年に現在の場所に移動した時にですね、うん、二郎系の専門店として生まれ変わったと。丸優さん時代はいろんなメニューがあったんですね、うん。ということで豚湯さんのこちらがメニューです、はい。ラーメン、混ぜそば、味噌、からタレとありますが、下の3つは限定かもしれません、うん。ツイッターによると限定なんですけど、結構食べてる人多いイメージのある料理ですね、うん、はい。そして私は今回初ですが、はい、混ぜそばの台がですね、うん、非常に美味しそうで、これ宿題店だったんですね、このお店。はい、行きたかったお店ということです、はい、が、あ、すごい、こちらなんです。混ぜそば400ですね、はい。いろいろと何でしょうか。あ、この棒ですか、ゼーレですか。いや、あの会議の時のじゃない、バターなんです。あ、バター、バターですね。丸ごと入ってるという感じですが、無料でマシマシができるのは真ん中ですね、うん。ニンニクとマヨとからし高菜のみということで、その他はマシです。もんじゃみたいな。あ、確かにこのベビースターあたりがね、うん、ちょっと似てますけども、全く増やせないデフォルトトッピングとして鰹節と卵黄などが入っております、うん。ブラックペッパーも入ってますね、うん。で、丸優さん時代ね、ジャンクガレッジ出身だったという情報が入ってますので、うん、ベビースターが入ってるのもその系譜なのかなという感じですね。さあ、食べていきますよ。よっ、よいしょということでね。最初強いですね。いや、しっかりとミスっちゃいました。なかなか取れない。よいしょ、すいません、2本目はちょっと、え、ささくれいた、あ、ちょっと刺さったんで、刺さるぐらいのミスが出てしまったんで、ん、申し訳ございませんでした。SDGs の時代なんで。SDGs なんで、はい。ということで、お豚様、ホロ7、三ムチのホロムチ豚ですね。うん、この食感は好きな方多いと思います。味付けはね、かなりほんのり優しく、しょっぱさが染みついてますので、ちょっと黒胡椒でたっぷりコーティングをさせていただいてですね、うん、さらに味を濃くしていく。この黒胡椒うまかったです、うん。なんかこう、あのケンタッキー の、うん、あの特別なスパイスのような味もしたりして、はい、胡椒だけじゃないですか。じゃあ、あ、なんかね、もしかしたら私のベロのミスかもしれませんけども、はい、でも今回美味しかったです、はい。そしてバター豚をね、うん、こう塗りたくってね、よかった、食べました。かじんのかと思ったかもしれないな。一応残しといて、はい、後でいきますけども、ほんのり胡椒豚を食べてますね、うん。序盤はね、こうちょっとまだ固めなんで、うん、切ってのせバターにしたら、まあ、こんだけそうか、はい、どうめえですよ、うん、うずらもどうめえね。さあ、卵黄ですね、うん、今回は具材が多いんで、そうですね、どん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 こう、うん、あのテロップが変わっていきますけど、これですよ、うん、このとろみぐらい、うん。僕は卵黄はね、初手でもう野菜と絡めて食べちゃいますよということでね、うん、全体にこう平均的に広がるよりも、うん、卵黄の一番濃いところで、ね、はい、野菜を食べるというのが好きです、はい。そして野菜ややしゃき、うん。混ぜそばだとこれ混ぜないんですけども、うん、結構入ってる方だと思いますね、うん、はい。チーズ野菜で食べました、うん、はい。さあ、そして別皿ブラもあります今回、うん、ね。しょっぱ味が強い、甘みもありましたね、うん、はい。おっとっとっと、味付けがね、自分加味されてて美味しい味付け油でしたね、うん。デフォよりも味濃い気がしました、うん。やっと麺です。麺は並200の台300、うん。で、麺増しで 100g 足せるので、私は今回台を買って麺増し100ので400麺でございますが、固めでね、うん、こちょっと小刻みに縮れてるんですね、うん、はい。なので、具材とかタレをね、かなり絡め取ってくれるという麺になってるんですね、うん、はい。すすった時の味が濃いのが美味しいです。さあ、そしてまた出ました別皿油ね。野菜がね、食べ尽くした後に、うん、ちょっとやっぱ水分が出て麺自体がこう薄くなってくるんでね、うん、この別皿油で濃さを復活させて食べるというやり方がいいですよということで、やります。別皿油は有料ですが、うん、
ジャンクのゴンゲでしたね。まあ、そうですね、はい。バターも溶けてるでしょ。そうなんですよ。マヨもあるんですね。カロリーですね。です、はい、ここではマシマシにしてますが、うん、私マヨネーズをね、汁に混ざらないようにうまく食べるのが好きなんで、ね、うん、はい、麺と絡めるのを念頭に置くと美味しいです。カロリーですね。カロリーなんですね。まあ、ノーマルマヨなんで、これガリマヨじゃない、はいはい、はい、ところもちょカロリーの原点みたいな感じがしました。あ、これからしてかなに、うん、はい、高菜ってあんまないんでね、レアですけど、はい、高菜にね、やっぱりごま油使われてるじゃないですか、うん、高菜って。そのなんかこう香ばしさと、うん、ニンニクの辛さと、うん、からしの辛さ、この3つがちょっとこう新鮮な、はい、いろんな油入ってますね。いろんな油入ってますね。使ってないのオリーブ油ぐらいじゃないですか。うん、まあ、パーム油とかもあります。パーム油もあるか。米油とかもありますよね。いっぱいあるな。全然まだまだあるけども、はい、さあ汁はね、そんないろんなね、うまみ、油の甘さ、辛さ、乳化したとこ、さまざまなパンチが効いてて美味しい汁ですね。あ、まあ混ぜそばですよね。はい、そうです。で、混ぜそばとしては申し分ない濃さ、うん、ラーメンか混ぜで混ぜ選ぶ人ってやっぱしょっぱさが好きでっていうところがあると思うんで、はいはいはい、この混ぜそばならもうほんといいと思います、うん、はい、さあそしてダブル乳製品バターチーズです、うん、ね、ドミネース、濃厚ですね。これはやばかったですね、うん、はい、今月一番美味しい一口だったかもしれない。本当ですか。一口で言ったら、はい、バター自体のね、うん、まろやかで、うん、ほのかな塩加減を一気に摂取するという、うんうん、まあ、日常でこう生きてても塊のバター食わないじゃないですか、はい、まあ、食わないですね、はい、それをさらにチーズでこう、うん、コーティングしたという、乳製品、乳製品、ぜひやってみてください、うん、でさらにここでやっと開始、あ、2.85 です。まあちょっといい、普通よりはしょっぱくない。そうなんですよ。でも 2.8 ではないという、はいはい、3よりだけど、なんかもう1回すすってもいけちゃうぐらいの、うん、マイルドさだったんですが、ジャンクガレッジご出身ということですと、ジャンガレ自体が結構開始マイルドなので、まあ、その系風の証なのかなみたいなのありましたし、ですがラストね、欲を言えばお酢を足してたかったかなと思ったんですけど、なかったです、はいはいはい、なのでラストはもうブラックペッパーで、まあ、ジャンクなお店だと。はい、そうです、ね、もうその通りです、もう酢がないのも分かりやすいもうさっぱりさせるなと、うん、はいはい、こってりしたまま帰れよという、ね、ということですね、マシマシレベルとしては 89.783 ですが、うん、これね、はい、まあ混ぜそばにすると、うん、やっぱ野菜を、はいはい、有料にしないと、まあ、マシマシできないわけですよ、うん、マシのコール自体がないという、うん、つまりもう味を薄めさせたくもないし、はいはいはい、野菜なんか摂取させねえぞという、うん、お店側のこの意図がいいですよね、うん、はい、でまあこの辺りのお店っていうのはですね、うん、実はそのまあ鴻巣からここに移転はしてきたんですけども、うん、はい、北本ってなかなかねないんですよ。あ、そうなんです。二郎系がまた、はい、高崎線でいうと、うん、大宮、うん、上尾とかがあって北本、鴻巣、はい、などなど続くんですけども、うん、やっぱその各駅に1店舗ずつ強力な店があるので、うん、このお店なくなっちゃうと北本の名物がなくなっちまうので。名物だ。はい、これもう名物です。北本といえばこの豚湯さんなんで、うん、はい、もうすでに僕が初めて行ってるっていうのは遅えだろって思ってる人いるかもしれない、うん、はい、なのでこれからもね、まだ行ってない方いたらぜひとも、ね、うん、チェックをしてみてくださいということで、うん、宿題店であった豚湯さん行けました、うん、ありがとうございます。ごちそうさま、うん、you